ハロー YouTube。 今日はですね、トレーニングの、ね、方が一番疲れるっていう筋肉の場所をしっかりとほぐす動画をご紹介したいと思います。トレーニングで一番疲れる筋肉というのは実は腰椎、腰の筋肉なんですけども、その中で一番疲れる筋肉というのは多裂筋っていう筋肉なんですね。多裂筋っていう筋肉は背骨の両脇です。もうほんと際の部分、魚のお肉でいう血合いの部分ですね。そこの部分がすごく固まっちゃいます。例えばアームカールをする時など姿勢を保持しようとして背骨は動かないです。でそういった時に腕は動くけど背中から腰はすごく緊張した状態になるので、その中でも特に腰椎、腰の筋肉っていうのは一番疲れます。でスクワットでもそうですね。スクワットでもバーベルを担ぎます。担いだ時に背骨が曲がってたりしないですよね。で担いだ時に背筋をピンと張って少し、まあ、腰をね反ったような状態でお尻を突き出して腰を落とすっていう感じになるんですけども、そういった時にも腰の筋肉がすごく疲れます。あと同様にデッドリフトですね。デッドリフトをやる時も下から重いものを持つ時に腰から背骨をしっかりと緊張させとかないと折れちゃいますからね。っていうわけで今日は多裂筋の筋肉をしっかりほぐす方法っていうのをやっていくんですけども、でその後ですね、筋疲労と筋肉痛についてのメカニズムについてもご紹介したいと思います。最後噛んじゃったね。はい、では今からね施術の方入っていくんですけども、背骨ですね。まずこうなぞっていっていただいて、背中から腰の部分の骨を触っていただきます。上から触ると少しゴリゴリした感覚があると思いますので、その本当そのゴリゴリの頂点の外側の脊柱起立筋っていう筋肉があるんですけども、その背骨の棘突起っていうところですね、棘突起のゴリゴリと脊柱起立筋の間のこの部分にしっかりとね指をアプローチします。で結構マッサージ機なんかでも背中から腰を緩める人がいるんですけども、入んないですよ結構ここの部分には。ですから指が一番有効です。でアプローチする場合にただまっすぐ入れても多裂筋には効きません。ですので背中からこういうふうにこそぎ取るようにですね、背骨があったとしたらこういうふうにこそぎ取るようにして多裂筋をしっかりと緩めるようにアプローチしていきます。でしっかりとまず最初ですね、指の先でしっかりと上から応圧します。応圧して体重をですね内側にしっかりとかけるようにしてあげると多裂筋は外側に開くようになるので緩むようになっていきます。ただまっすぐ押すだけのアプローチと自分の方に重心をかけてアプローチをかけるのでは患者さん自身も感じ方が違いますし、ほぐれ方も全然違ってきます。まあ、上部胸椎から腰まであるんですけども、上部胸椎のところはちょっと肋骨があるのでちょっと気をつけてください。肋骨のところは筋肉層が薄いんで肋骨が折れやすいです。ただ腰部の筋肉ですね、腰周りの筋肉は筋肉層が厚いので、まあ、強めにアプローチはしてもいいんですけども、先ほど言った棘突起ですね、棘突起を間違って下手くそな人を押しちゃう場合があるので、そこの部分はしっかり確認しながらアプローチするようにしてください。でセルフストレッチをする場合はなかなかここの部分に自分の指なんてうまいこと入らないので、そういった場合は、タンスの角とかテーブルの角の尖った部分ですね、尖った部分を当ててグーってこう押し当ててあげるっていうのもいいですし、あとはゴルフボールですね、ゴルフボールなんかを背骨と腰のこの隙間の部分に当ててあげてしっかりとアプローチしてあげるっていうのができるんですけども、まあ、ボールを置いて仰向けで寝るっていうだけでも OK です。はい、じゃあ多裂筋のアプローチは以上になります。
それで筋疲労、筋肉痛が起きた場合に、まあストレッチをやったりするのもいいんですけども、マッサージや針なんかもすごく有効だと思います。で、上手なマッサージ屋さんと下手くそなマッサージ屋さんを探すコツっていうのは、先ほど言ったタレツキンをしっかりとアプローチしてくれるようなお店に行った方がいいと思います。で、私なんかもシークレットで他の接骨院に行ったりとか整体に行くんですけども、そういった時にタレツキンをしっかりとアプローチする先生なのか、アプローチしない先生なのかで、ああこの先生よくわかってるなって私は思いますので、ぜひ接骨院だったり整体院に行った時に、腰が痛いんですけど言った時に、タレツキンをしっかりとアプローチするかどうかをちょっと見てみてください。今日は以上になります。お大事に。